相模原市が送る広報番組純粋都市相模原。今回は緑区ショートフィルムフェスティバル2010をお送りいたします。緑区ショートフィルムフェスティバルは政令指定都市移行に伴い区制が敷かれ、緑区のまちづくりの取り組みの一つ、緑区魅力づくり事業プロジェクトとして行われました。今回は市内外から幅広い年齢層の18作品が寄せられ、5名の審査員による厳正な審査により大賞と準大賞を決めることになりました。このショートフィルムフェスティバルは、緑区の魅力づくり事業の一つである、魅力再発見プロジェクトとして実施しているものでございます。橋本駅周辺の賑わいと良好な市街地と相模川の清流や里山、水源地など豊かな自然が共存する緑区の魅力を映像制作することを通じて魅力を再発見して緑区への愛情を持っていただいたらいいかなと思っております。2月20日サンエール相模原で緑区の魅力づくりを考える緑区頑張るフォーラムが行われました。フォーラムでは緑区のシンボルマークカラーのノミネート作品の発表やパネルディスカッションの後、ショートフィルムフェスティバル応募作品の上映、そして区民の皆さんによる緑区民賞の投票が行われました。ショートフィルムフェスティバルの表彰式は緑区橋本の映画館ムービックス橋本で開催されました。ムービックス橋本は全9スクリーン1709席の規模で2004年にオープンした映画館。表彰式当日、地元神奈川出身で自らもフィルムコンテストを経て成功した経歴をお持ちの映画監督内田健二氏を審査委員長に迎え、大賞・準大賞の最終選考が行われました。表彰は準大賞から発表。準大賞は養蚕から絹織物の技術まで習得したカナダ人を描いたドキュメンタリー作品、養蚕文化の守り人を制作した藤井義雄さんが受賞。また準大賞に関してはこの他に該当なしということで1作品のみとなりました。エントリーナンバー2番。続いて区民の投票によって選ばれる緑区民賞は、犬猫たちの殺処分ゼロを応援した作品I did it my way を制作した伊集院智美さんが受賞しました。エントリーナンバー16番ノーウェイアウト吉田真也。そして大賞は内田監督から発表され、ノーウェイアウトを制作した吉田真也さんに贈られました。この作品は緑区から出ることのできない世界に住む人々を描いた SF 作品で、企画完成度ともに高い評価を受けました。うちら町から出られないじゃん。皆さんにお話があります。この現象が発生するエリアを緑区にしたんです。それじゃあ私緑区内でしか婚活できないじゃない。就職決まった。少ない日数の中でみんなで協力して慌ただしく撮影したんですけど、それがこのような形になって本当にみんな喜ぶと思うので、はい、大変嬉しく思います。ありがとうございました。またこれら3つの賞に加えて、高部緑区長より2作品に区長賞が贈られました。もういろんな人がですね、映画作りの楽しさを知ってもらいたいので、作ること楽しいんでね、その後にこういう発表の場が設けられているというのはすごくラッキーなことだと思ってほしいので、たくさん、とにかく応募数の多さっていうのをね、目標にしてもらいたいと思います。映画を通じて緑区の魅力を再発見する、そんな思いを込めて今年初めて開催した緑区ショートフィルムフェスティバル、これを機にさらなる魅力発信につなげていきます。